どうも、刺身です。今日はね、スチームでちょっと、で配信されているデモ版なんですけど、なんていうか、ケレプトっていうのかなっていうゲームがね、デモで今配信されたのでね、配信されているのでちょっとやってみたいなと思ってます。と結構ね、前からちょっと気になってたゲームで、これ製品版になると、コープでね、できるゲームになるみたいなんですけど、まあね、あのタイトルの通り、まあその単語の通りですかね、多分窃盗欲のある人っていうね意味を持ってるので、ケレプトっていうね単語自体が、ママも多分ね、みんなでこう空き巣とかに入って任務を遂行していくっていうタイプのゲームじゃないかなと思っております。めっちゃババア見とるで、これだから、こういうの見つかっちゃダメなんだろうね、きっとね。ダッシュできると、一応 VR 推奨されてるみたいなんですけど、まあコントローラーでもできるんですけどね。テイクアイテム、ブレイククラス、まあ、これコントローラーか。おお、しゃがむ、イエス。なになに、何して、今殴ってんのこれ、これ殴ってんのかな、これ殴ってんのこれで、まあ動くでしょ、ターンでしょ。あ、なんかあるね、フラッシュライト。あ、なるほど、あ、使うんだ、クロスボウ、いいねいいね。で、Y がインタラクト、 B、 あ、ないな、インベントリーとかもないな。多分これチュートリアルやっていけばいいんだろうな、これな。多分今これね、デモ版なのでチュートリアルみたいなんですけど、プレスインタラクト、あ、これこうハンドにしないとダメとかあるのか。なんもなんねえぞ。ホールドボタン、レフトトリガー、コントロール、レフトトリガーでしょ、動かねえぞ、なんだ。で、ライトスティック。こんなもできねえのこれ。なんだこれ。クロスボウ。クロスボウ、オッケーオッケーオッケー。スイングクロスボウ。おお、エンター。おお、割れた。割れたぞ。ウィンドウインタラクト、オープンウィンドウ、オープンウィンドウだからハンドにしないとダメなのかな。あ、いた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 、なるほどね。なんだこれ、視点がなんかおかしくね。あ、こうか、こう割ってこうやって中に入っていくんだな、きっとな。あれ、ここ繋がってんじゃん、開いた。あなんだこれオッケーで、このパワーをどの時やって、ほんとすげえ顔したね俺。うわ、何この気持ち悪い、めっちゃ笑っとるでこいつ、めっちゃ笑ってますけど、お前の方がなんか危なくね。ルーティン、おパクれる、パクれる、あ、パクれんじゃん、ほらこうやって、お、パクれパクれ、もう金目のもんは全パクってしまえ。お皿はパクれるわ。これ潰したらできないのか。おお、開くじゃん、いいですね。おお、なんかどうぞどうぞ、なんかあるな、
なんかあるな。よし、パクってパクっとけパクっとけ。パクってパクっとけ。オーケー。いただいたぞ。絵画か。これもパクれんの？あ？トゥースティール。キャリーバック。キャリートゥーバック。バック？バックってどうすんの？どうやってバックに入れるのこれ。ピックアップ。バックトゥバン。バン。バンに持ってけってことか。バンなんてどこにあるんだよ。まあチュートリアル、まあそういう風にやってけってことかな。こういうのこうやって取って運び出してね。ああ、なるほど。これ破壊はできないんだね。でもこういうの金庫あるでもこれはもうやれって言ってるのもんだよね。完全に。おこんな開けろよこれ。開けろよこれ。ピンセットクリック。プレスインタラクトトゥオープン。全く持ってから。ピンセット。おー。まだまだ多分、あれだろうな。まあ、雰囲気見る。お、なんだこれ。おーおー。なんかやってる、なんかやってる。ん？これで改善切るってことか。お、アラームシステム。あ、こういうのでバレないようにちゃんと細工しろってことなのね。なんかやれってことなんじゃね。カミングスーン。フロア、フロア、おお、いろいろあるのか。カミングスーン。あ、いた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 。なんか鳴ってる、なんか鳴ってる。ピュ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 。これじゃね？あ？まずいまずい。アラーム散ったぞ。お、なんか鳴った、なんか鳴った。あ？これなんか、これで、このマークなんかできんじゃねえの？うわぁ、危ない危ない危ない。呼ばれる。なんかね、トレーラーとか見てると、これで呼ばれると警察が来たりしてね、警察が来るとまた、あの何？車に乗って逃げたりとか、捕まっちゃいけないように、ね、しなきゃいけないとかっていうのがあるみたいなので、みんなでね、わちゃわちゃね、こう、ね、いろんなものパクって逃げろとかやってね、やればすごい楽しそうなゲームになると思うのでね、ぜひ製品版が来るまで要チェックをね、していきたいと思います。多分今できることは多分そんなねえな。とりあえず破壊してみるというね。こういうね、人とかもね、殴れたり、ね、一応なんかオープンワールドっぽいので、オープンワールドらしいのでね、非常に楽しみでございますが、ちょっとね、製品版が出たら、ぜひともこれ やりたいなと思っておりますのでね、まあ、雰囲気だけでも今日は伝わればいいかなと思っております。というわけでね、今回この辺で終わりにしたいと思います。それでは皆様、さようなら。